おはようございます。6月27日木曜日の朝です。昨夜は前日のような寝苦しさはなくて過ごしやすく眠れました。でも今朝太陽が出ていますから、これからきっと暑くなっていくのでしょう。今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸を楽にして、呼吸で体がどう動いているのかを観察してください。床と体はどう接しているでしょう。股関節の高さ、右と左を比べてください。どちらの方が床に近いですか？股関節をもぞもぞ動かしてください。では動きをやめて頭を左右に傾けてください。はい、両膝を立ててください。右手の膝を両手で持ってください。両サイドから抱えるようにして持ってください。そして、右膝を右側の床に傾けたり、戻ったりしてください。この時にこの膝の重さで傾いていって、戻る時はどうでしょう。どこの力で戻ってきますか？この手の力で戻ってくるのでしょうか？それとも股関節にぐっと力を入れて戻ってきていますか？それとも体の他の部分、動くことによって膝が戻ってきているでしょうか。できるだけ頑張って力を使って戻ってくるのではなくて、体の仕組みをうまく使って楽に楽に傾いたり戻ったりしてください。では一旦その動きをやめて、今度はこの膝頭でゆっくり円を描いてください。膝頭がどちらに向いてでもいいんですけれども、円を描いてください。優しく優しく、この時にこの右足の動きはどこがリーダーになって動いているでしょう。手は足に触っているだけ。足がリーダーでこの動きをやってみてください。はい、今度は手でしっかり膝を抱えて、足の力は抜いたまま、
手を外すと足はこの形を保っていられないくらい、足の力は抜いて、手に足は預けてしまって、この手の力で円を描いてください。足は力を抜いたまま、楽に楽に、この手の力で膝を回しているとはいえ、体の他の部分、どのくらい動いているでしょう。徐々に徐々にこの手の力もできるだけ抜いていって、体全体でこの動きをやることはできそうですか？肩や首、二の腕の力はできるだけ抜いておいて、この動きをやってみてください。呼吸は止まっていませんか？では一旦その動きをやめて、また右膝が右側の床に傾いたり戻ったり、最初に比べてこの動きがどうでしょう。体全体の動きとしてできているでしょうか。では動きをやめて、両手両足を床に預けてください。右側と左側を比べてください。どちらが床に優しくついているでしょう。股関節の高さはどうですか。右の股関節と左の股関節、どちらが床に近いでしょう。股関節もぞもぞ動かしてください。ではもう一度両膝を立ててください。左膝を両手で抱えるようにして持ってください。優しく優しく左膝を傾けたり戻ったり。この動きを何度も繰り返したらどこが疲れるかなと想像してください。あ、ここが疲れそうだなと思ったら、そこの力を使わないようにしてこの動きをやることはできそうでしょうか。戻ってきたら膝で円を描いてください。最初は手は膝を触っているだけ、足の力で円を描いてみてください。今度は手でしっかり膝を抱えて、足はだらーんと力を抜いておくだけ。手を離したら足は落ちてしまいます。この手でゆっくり膝で円を描いてください。足や股関節、力が入ってないかなと観察しながら、ゆったりと優しく膝で円を描いてください。
この時に体の他の部分、お尻や背中、頭にはどんな動きがありそうですか？徐々に徐々にこの手の力をできるだけ楽にしていって、体の他の部分が動きのリーダーになってください。お尻、背中あたりがリーダーになって、右の足の裏は床の上でどんな動きが生まれていますか？首も固めず、首もゆっくりと動かしながら、この動きをやってみてください。呼吸楽に。この動きに慣れてきたら、徐々に徐々にこの動きを速くしていってください。動きは小さく、スピードは速く、軽く、速く、軽く、速く。体全体にはどんな動きが生まれるでしょう。では、徐々に徐々に動きをゆっくりしていって、両手両足を床に預けてください。呼吸を楽にして、体と床とがどう接しているのかを観察してください。今日最初に仰向けになった時と比べて、体全体が床に優しくついているでしょうか。股関節の高さ、股関節をもぞもぞ動かしてください。最初に比べてこの動きが滑らかになりましたか？はい、では股関節の動きをやめて頭を左右に傾けてください。はい、では起き上がってください。はい、今日も暑くなりそうですけれども、ゆっくりと呼吸を楽にしてゆったりとした一日になりますように。いってらっしゃい。